はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。サクチャレの方はもうすでに終了しておりますので、今回はブレイマッスル高校、普通にやっていきます。で、今回はですね、我が PSR プライオンの堀杉くんですね、こちらを使っていきたいと思います。で、助っ人には PSR プライ1の能見さんをお借りしてますと。で、今回の編成ポイントに関してはこれね、結構考えて、組んだデッキなんですけれども、まず堀杉くんですね、堀杉くんはちょっと紹介していくと、やる気効果アップ 100% のテーブルになってますので、まあ、ブレイマッスルでは悪くないと思います。で、さらに俺はもう PSR のプライオンなので、レベル45まで上限解放しているので試合経験点ボーナスもつきますと。ただね、コツがね、やっぱりちょっと怪我しにくさと逆境という2種類だけになりまして、まあ、確かに怪我しにくさっていうのは、まあ、貴重なコツではあるんですけれども、まあ、筋力キャラでね、打撃系の特能がないっていうのはちょっと痛いところかな。で、筋特は降格法になります。で、降格法は確定ではあるんですけども、絶対コツ1でしかくれないので、そこもね、何とも言えないところですよね。降格法もかなり重いんで、コツ3で手に入れることができないってなると、うーんっていうところですよね。で、まあ堀杉くん自体は逆境コツを持っているので、カジバのバカ力から内藤メールちゃんを入れてますと。で、あと堀杉くんのね、降格法、これはね、降格打法は絶対掴んでおきたいので、サイガとライチを入れてますと。で、さらにサイガの1級入魂については、まあ、ライチの初級コツと、あと新島ちゃんのね、告白イベントで、まあ、最悪コツ1で手に入れることができますので、まあこれで補っていけるかなと。で、気迫ヘッド自体は全然安いので、まあ、直取りして OK でしょ。で、ライチのね、アーティストは、まあパワヒはこのメンツだったら大丈夫でしょう。ナイトメールちゃんもパワヒ持ってるんで。で、さらに筋力を揃えればパワーヒッターのコツも手に入るので、まあライチがね、ちょっと不確定っていうところはあるんですけれども、まあ、そこを成功すれば大丈夫かなというところで練習していきましょう。これは走塁、お、いいね、にじまちゃん。あ、ちょっと待って、今回はね、これを持ち込んでるんですよ、友達スタンプ。よーし、で、にじまちゃん追っていきましょう。まあ、まずは最優先はにじまちゃんの評価上げ、これでいきましょう。意外性、意外性はちょっと潰せないかな、練習1回だけだったら。いや、内藤メールちゃんね、ちょっと中身とかも見てみたい気がするけどね。内藤メールちゃんってただゾンビなんだっけ。結構年齢がいっててゾンビで鎧着てるんだっけ。なんか設定忘れたな。ライチがいるね。ライチはね、ちょっとムード丸があるんで潰しておきたいんですけど、そこまでの経験点がないので。あ、そうそうそう、新島ちゃんの評価上げがどうのこうのって言ってたけど、やっぱね、コツは追っていきます。だからあれか、そう、コツと新島ちゃんの評価上げをこう比べつつ優先順位をつけていくっていう感じですかね。こっちなんだ。全然使ったことないからね、堀杉くん。練習中に穴を掘ってたということか。なるほどね。そんなことしていいの？なんか学校側からさ、苦情来ないの？新島ちゃん、新島ちゃんでいこう。監督の評価も上げられるし。で、そういや、さっきライチ、初級コツくれましたね。一応置いておくか、まだ。ライチもね、コツは多い方ではあるので、多分被らないかな、コツが来たとしても。とか、なんとか言ってると被るんだよね。次はちょっとさすがに練習できない、メンタルに誰もいない、新島ちゃん、うわっはは。まあしょうがない、これはもう寝るしかない。コツ、能見さん掘りすぎ、新島ちゃん、これはねー、こっちだな。内藤メールちゃんの評価も上げられるので。で、能見さんは別に潰しておくコツはないと思うんで。お、リミッターを外せ、これは金徳ですね。進めていきましょう、危険は承知の上。死ぬ気になれば何でもできるらしい。ちょっとやだね。ゲー、堀杉くんのコツか、評価上げかって言われたら、あ、ここ3人もいる。こういうのもね、わりかし美味しいんだよね。
体力を回復しつつ3人の評価を上げられる。ただ新島ちゃんはね4まで上げないといけないんですけど、これはこっち、ここら辺の選択が難しいよね。どう転ぶかは分かんないんで。さてまたコツが来てる。新島ちゃんありがたい。意外性を潰しておこう。潰せるか、意外性。あ、潰せるね、安っ。ほい、練習、まあいいか。でライチの金徳ですね。でライチはね、サクチャレ中に結構入れてたんですけど、なんか思ってたよりはね金徳の成功率がね高くないんですよね。もう絶対成功するじゃんっていう感じだったんですよ俺は。イメージ的にですよ。勝手なイメージなんですけど、でもわりかしね失敗するんですよね。ここはちょっとニジマちゃん上げておきましょう、評価を。あれチョロ回しどうする、チョロ回し特に何も発動してないよね今。なんか発動してたっけ、ひらめき。あー発動してないわこれ。で内藤メールさん2回目ですね。進むね、こんなの超怖いでしょう。相当なるスピードが出てるよね。ジェットコースターはねそんなに別に得意ってわけではないですからね、まあ、乗れないってわけでもないんだけど。コツ、ちょっとメンタル。能見さんかいいね。ただ新島ちゃん上げときたいんだよな。新島ちゃんはねマジで上げときたい。一応見ましょう、何がいい、これ。ここは別にタッグは気にする必要ないんで、よしこれでいこう。でゲッツー崩しが取れるね。うーんメンタルか、これ美味しいよな。うーん10月か、10月にはちょっとな評価上げておきたいけど、これはこれで美味しいからやろう。こういう感じになってくるとねちょっと評価下が遅れてくるんですよね。そして能見さん電池をくれる、ありがたい。キックボクシング、キックボクシングってゲッツー崩しか、そういうもんなのか。あこれはいいね、サイガ。新島ちゃんもいる。しかも新島ちゃんなんかさこのチームメイト評価1上がったで多分評価乗ったんだね。パワヒ、パワヒは置いときますか。まだで鎧の秘密、メイルちゃん進むね。さてこれはどうしようか、体力を回復しつつ人気者になろう。人気者もね電池1個分になりますからね。よし内藤さんの評価も10上がる、結構でかいな。ライチがちょっと乗ってないから、新島ちゃんはほっといていいから、これはライチだな。その前に取れるものをちょっと取っておきましょう。走塁置いておいて、パワーヒもちょっとまだ置いておいて、初級も置いとこう。もう直撮りできるものだね。ヘッスラ、体当たり、ムード。ここら辺、ゲッツー崩しも安い。まあ、こんなもんか。まあ、無理してまだ取るあれではないので。で、チョロ回ししよう。チョロ回し。帳尻合わせ。これは止めておくか。うわー、来ない。うん、来た。逆境も来てるね。これはでかいぞ。で、ちょっと待って。10月の段階だと、やっぱり評価を上げるっていうのもね、重要なんだよね。まあ、ただ、タッグに走るか。目先に囚われるかな、俺は結構。すぐかぶりつくからね。サイガはもう評価乗ってるから、てか評価上がんねえし、そもそもこれじゃ。配送ダッシュ、帳尻合わせ。よし電池を補充。よーし告白きた、いいね。俺が恋人になる。そして初級を取る。悪くない悪くない、流れ的には悪くないぞ。意外に経験点くれんだな。最近ちょっと新島ちゃん使ってなかったからな、こういう細かいところを忘れてるな。初級いいね、4まで上がるとここまで安く取れるか。さらに帳尻合わせ、
といったところかな。てか初期パワーが低いな。 G かひらめき、なんかひらめいてんね。あー逆境ね、これも取っておきたい。シャッフルまで残り1ターンか。これは新島ちゃん、行こう。インコースはちょっと惜しい。チャンスメーカーか、まあ悪くはない。これで逆境ガッて出ちゃったけど、逆境が2か。精神はどうだろうね、余るかね。ライチくん、ライチくんちょっと評価上げときたい。ここ3人いるけどさすがに無理。座禅、メンタルメンタルメンタルか。これメンタルを揃えに行くのもありかもな。あれこれでナイトメールちゃん完全に終わった。打て、くそー。まあ確定だからいいんだけどね、経験点がねやっぱり違うんで。掘りすぎがまだか。キューパーか、大体こういうのちょっと怪我する可能性あるからな、ちょっと悩みどころだね。メンタルメンタルメンタルか。合宿もまあそれなりに揃えられそうなのか。この2人か、メンタルメンタルを変えるのか。メンタルはねチャンスのコツが手に入るんでちょっと取っときたいんだよな。今回はちょっとメンタル揃えに行きます。変わっちゃうけど。でメンタルでしょ、もう1人どっちかでいい。お願いします、どっちか。ライチを止めるとな、メンタルの可能性が減るからね。まあいいや、これはこれでいいでしょう。これで OK としよう。で、9% も怪しいから、ここは一回デートしよう。ブレインマッスルはね、デートが詰まる時があるんで、まあ、1回目とかは早めにやっといてもいいと思うんで。まあまだね11月だし、調整期間ですよ、調整期間。で才賀くん、これは体力減るんだっけ。まあ一緒にバス戦に練習してるってことは体力減るよね。スカイダイビング、よーし、チャンス、チャンスは5にしたい。内藤メールちゃんがね持ってるからね。で価値ある壺、これなんだっけ堀杉くんの価値あるツボ、なんか真ん中がねあれなんだよね、調子極端になるんだよね。なので真ん中はちょっとなしだとして、あ一番下あれだね、体力が減るけどインコースのコツが1でもらえる、これ取ろう。で経験点も割かしくれるんでツボ終わったのか、これ弁償だな、普通に過失だろう。堀杉くんただ乗ってないのか、ちょっとこれは堀杉くんやるか。野球の執筆があってまだメンタルだな、ちょっと。堀杉くんの評価上げるか、割っちゃったからね、ごめんよ、一緒に練習してやるよ。わりかし体力は減ってんな。またデートか、これは。野球小説の執筆、これはフィクションなのかノンフィクションなのか。3人無理なんだって。だから取りすぎくんまだか。お出かけする、お出かけするしかないよね。ちょっとここどうするかな。悩むな。練習は絶対できないからデートしよう、普通に。早いな、逆に早いな。ブレインマッスルでデートが早めに進むっていうのは結構ないんだけどね。精神練習とかもね挟むからね。ただ精神練習に人がいなかったからな。堀杉くんとかのね評価が上げられるんだったら全然精神練習をやってもいいんですけど、さすがにね誰もいないところで精神っていうのも微妙な感じがするんで。よし、やる気も上がったし、これはこれでまた体力減るんだっけ。あ、減るね才賀くんはちょいちょい削ってくるか。初期のね方のキャラってちょいちょいやっぱ体力を削ってくるんですよね。これはメンタルでいこう。さすがすごい精神だ。
クレバーってことかな。また今度は新島ちゃんか。メンタル好きだな。ちょっと待ってよ、どうするよ本当に。メンタルを止めておく。じゃあメンタル3の綱渡り50ポイントを手に入るといえば手に入る。これで、まあ、サイガとかが打撃になってもいいし、何にも発動しないね。ちょっと待って、これこうやっといて、これもロック外そう。あ、そうか、堀杉君あれか、走塁になったとしてもダブルタックになんねんだ。あ、これいいや、キャベツの千切りいいね、やろうやろう。よしよしよし、監督もいるし、監督ね、放置しすぎると試合に出れないからね、フレインマッスルは。あんまり監督の評価が上がるようなイベントが起こるところでもないので。あー、これどうせ12月3週か、回復もありかなって思ったけど、これはもう練習しよう。何しようか、打撃しようか、望むところだ。カッキーンガハハハ、根性なしが、根性なしが。これはスカウトさんの評価上げよう。精神ポイントをください。お、これは体力減るよね。ここで体力が減ってくれるのはありがたい。で、新島ちゃんはどんだけ回復したっけ。30だけ回復とかもいますからね。まあ40回復するか。で、走塁2人。うん、どうする。ライチはな、筋力稼げるからね。9個か。あー、打撃揃えたいな。でもアベレージヒッター欲しいっちゃ欲しいからな。ハイボールヒッター、まあいいか、これで。よし、これいこう。で、初詣を初詣。ここはオール20ポイントもらえるよね、確か45だから。さて、あとは大吉が出てくれれば。やったー。いや、いいね、でかいね、これはでかい、かなりでかい。サイガ君2人いる。堀杉君も乗ってるね、ノリノリだね。ちょっと電池を補充しよう。そんなこと言ってる場合じゃない。パワーヒッターまだ置いてあるけど、悪球打ち、これもね、コツがね、あるっちゃあるんだよね。で、代打はないはず、チャンスメーカー取るでしょ。逆境か、50か。あ、ハイボールヒッター取るでしょ。50、悪くないね、取ろう。さらに取れるのはブロックとかはね、ちょっとさすがにいらないんで、サクチャレ中だったら取ったけど、今回はね、インコース、うん、悪くないね、インコースも1で取っちゃおう。あとね、俺結構お気に入りなのが追い打ちですね。まあそれなりのポイントで取れると、全部がどれかが高いとかっていうわけじゃないんで。で、盗塁アシストとかってどうだっけ、なんかあったようななかったようなよくわかんないけど、とりあえず置いとこう。で、そうそうそう、ミックスミックス、打撃に来てんのか。あ、肩ね、肩ね。能見さんは外しちゃっていいよな。肩もね、送球骨が手に入るんで、どっちかっていうとな、肩が欲しい気がするな。肩を揃えるか、肩を揃えに行こう。なんでこの2人をロックして、サイガーだってもうワンタックしかありえないからね。肩が揃ったけど、ちょ、もう一回行こう。筋力ってか、もう、あれ、肩もう一人いる、誰。あ、サイガーで、もう一回欲しい、欲しい、筋力じゃなくて肩。よーし、早急骨取りに行こう。あと4ターンだよね、全然大丈夫。ダブルタック。サクチャレ中ほど電池の余裕はないんで。うわ、これか、これマジやだ、この。うわ、来た、しかもサボり癖、ラブパワーがないからね、この編成。
これはもうよっぽどのものがない限りは普通に病院に行って直しちゃおう。よっぽどのものが来てさ、サボるのもかなり悲しいよね。サボり癖はね、ほんとね、やだ。まあ一人だしね、ここも二人だしね、いいや。ストレスになるくらいだったら通院しちゃおう。これで治ってくれなきゃ困るんだけど。先生お願いします。うん、図星でございます。サボり癖でございます。おお、マッサージか。もう体力満タンなんだけどな。気持ちいいって言ってもな何にもないな。肩掘りすぎ1人。肩が3つあればいいんでしょ。ちょっと待ってね、掘りすぎは一応肩で止めとくか。能見さん、これ走塁走塁になったらそっちの方がいいからな。ほいほい、水球、まあ、これでいくか。練習レベルが低いね、ちょっと。で、能見さんの通常イベントですね。いやー、経験点くれるよね、本当にこの人は。ひらめき中なんで、ちょっと節約するって思ったけど、3人、7個で3人揃えられるか？これは無理だろう。1人でも揃ってればな、わりかし楽だったんだけどな。いいや、一応揃えに行こう。3人はでかいからな。誰もいない。ロデオボーイみたいなのが出てるけど。ちょっと待って、これはやっぱりいいよ。1人、内藤メルちゃん、ありがとうございます。新島ちゃんか。ちょっと待って、ちょっとマジで待てよ。2つしかないよ、もう。いや、マジで揃わんわ。あー、ダブル、とりあえずダブルでいいか。電池を補充しないといけないんで、早急はもうこれで掴んじゃうでしょ。チャンスか。チャンスはやっぱり5で欲しいんだよな。走塁、まあ1個だけ取っとくか。パワー比どうする、取っちゃう。パワーがないからな。あっ、球種取ろう。もうこれはまだあと取れる。カジバも取ろう。ほか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 、こんなもんか。盗塁アシストか、取ろう。ちょっと電池不足になってきたかな。ただそろそろ電池の補充時期だから。何をすればいいんだっけ。ダブルタックか。いやー、3人揃っててくれればかなり美味しかったんだけど。ビーフテキ、ビーフテキ、誰か持ってきてくれ。ビーフテキ喜べ。マジさ、試合中に誰がビフテキなんて持ち込んだんだよ。謎すぎるだろう。草むしり、よし。ここでさらに電池が補充。 OKOKOK。 うわ、ここで体力を削ってくるのか。2月の1周だからな。完全に練習したかったけど、これでかいね。メンタル、メンタル、掘りすぎメンタルがくれば。どんくらいメンタルでいく悪気打ちとか取ったばっかだからな。まあ別にいいわ。掘りすぎをメンタルにしよう。で、肩は別に必要ないでしょ。これもあれだから、打撃は入れておいていいんだよね。綱渡り的なものがあるから。あと掘りすぎか。掘りすぎのためにさ、使う？もういっか、発動してるから。メンタルだしね。綱渡り、でなかなかデートが進まなくなったよねやっぱりここでまた回復するからな。で、で、で、打撃しないとメルちゃん。ここはまあワンタックでいいかな。シャッフルまで、うわ、勝負しか。一応ちょっとこのままでいこう。
って通常イベントの2回目ですね、のみさん。まあここら辺はちょっとポイントをもらうっていうだけなんで、だけって言ってもねめちゃくちゃくれるからね、60とかマジでかいよな。メンタル掘りすぎか。ここに3人いるのか。ちょっと待ってよ、6個、電池不足だね、本当に電池不足だね。メンタルを止めておくか。もうちょっと勝負し諦めるしかないな。袋がでかいからね。守備一応メンタルで止めておこう。守備ワニとかもいいわ、一応止めておくかここでんー打撃ソルイ打撃あと1個メンタルいいよし、これでいこう。これで1級入魂が取れましたと。あ、そうか、ここはあれか、体力減らないのか、まあ、嬉しいといえば嬉しい。で、これはもう代打かな。なんだっけ、なんて言われてたっけ、どこだ。代打だ、あるね。で、代打をやらないとね、出番が回ってこないからね。パワーヒーター取ろう。パワー少なすぎだろ。ちょっと待って、ミートはね、D 欲しい。で、パワーも D 欲しいんだけど、行くか？行ったね。なくなったね、筋力ポイントが。まあ、左バッターで来てるからね、ちょっと初期値が低いっていうのは、しょうがないんだけど、パワーも下がるんだっけ、左だと。両打ちにするとなんかめちゃくちゃ下がるんだよね。ここは無理やり持ってきたいけど、矢部くんが出てるからウエストしてきたか。あ、完全にへばったね。危なかった、あの嫉妬を捕らえられてよかったよ。どうしようかな、次デートしようかね。体力と練習次第だな。ワニの飼育、こんな洞窟でワニを飼育してんの完全に怪しいでしょ。君たちこんなとこで何してるんだってダブルタックダブルタック、メンタルが来てるか。コツがあるからね、掘りすぎくんの怪我しにくさとか、まあ取っておきたい気もするけど、11パーはな結構怖いんだよね。なんか内野安打とかな取りたいけどな。1球入魂が取れるか、あれが足りなくて取れないけどさ。ここはちょっと安全にいこう。メンタル、でライチの2回目。これってなんかさ、うお失敗しやがった、マジか。そうなんかね、ちょいちょい失敗するんだよな、古代の野球テクニック。なんか出てきたみたいな。石板を探しに行くのか。で、これはもちろん一票だね。で、守備にコツがいる。おー、ダブルタックがどうする。これは残り1個電池不足だ、マジ電池不足だ。合わせに行きたいね。ちょっと待ってね、ライチも外して守備をいっぱい合わせたいね。そうすると守備来い、来ない。まあダブルタックで我慢するか。能見さん、何かコツをください。アベレージヒッター、ありがとうございます。で、古代の野球テクニック2回目。ここは特にあれか、選択肢とかはないか。結構長いねこいつのイベント。そして体力を削ってくるのか。まあデートでいいでしょう。ここはシャッフルまであと7ターンって長いな。
あれここは体力めっちゃ回復するんだっけ。経験点もね3回目でくれるようになるんで、かなりあとは体力をめっちゃ回復してもらいたい。うん、30か。おお、それこれが来たか。やる気を下げられてしまった。早っ進むね。一応成功してもらいたい。あれ広角打法って取ったんだっけ。ん、どうなのこれは。ゴー、失敗したっぽい。広角砲確かね筋力80とか入るんですよね。いや広角打法取ってねえわ、無理だ。直撮りはもう絶対無理だよこんなの。ちょっともう一回デートするか。そうすると、そしたらもうパワーヒッターはやっぱり掴まないとね。ってか掴んだのか、試合をしたから。やる気上がってくれ。ちょっと電池回収をするか。アベレージヒッターも取ろう。他固め打ちとかもまだ取ってないのか。てか災害のコツが全然来てないんだな。こんなもんだけか。なかなか厳しいね。弾道を上げときたいでしょう。弾道3欲しいからな。でミートも C に上げとこう。走力も上げとくでしょう。で守備もまあ割かし欲しいといえば欲しい。 D は欲しいね、サードとはいえ。いや経験点足りないな。なんかあんまり経験点を稼げてる気がしないな。サイガ広角打法くれ。練習で能見さん一緒に走ろう。2個補充。サイガこれはこれはそうだね、サイガだね。もうで電池は取っとこう。よし広角打法。あーこれお願いします、ちゃんと食えよ。どう、よし順調順調。野菜が足りねえとか言われっかんねダブルタックいいね。電池を使わずダブルタックができるのはでかい。コツ 19% のおみさんか、どうしようかねいやーこれはでもデート案件だよな。内角質打を取っちゃおう。ブレインマッスルはねワンチャンがあるからね。ワンチャン5タックとかが来ればもうそこでひっくり返せるんで。ナイトメールちゃんだな。チャンスコツも欲しいんだよな。もういろいろ欲しいよコツが、ここに関しては。守備新島ちゃん、新島ちゃんはただもうコツは回収し終わってるはずなんで、広角は取ろう。いや重いよな本当に重い。124124は重いよ。でさらに、内角質だと。アーティスト失敗したのがわりかし痛いな。ただ筋力ポイント全然足りてなくない。よしここで5個電池の補充完了。喧嘩なんてするなみんな仲良くしようぜ。てかさこいつらもさ俺の言い分聞いてよね本当に。電池を使うのはさすがにもったいないよな、メンタルだし。よしチャンス、よしチャンスをつかむ。これでここで回復してくれるのも
でかい。てかこれもうちょっと早く来てほしかったな。体力の最大値が上がるからね。てかすごいよね、体力最大値8上がってさ、精神60点に入れてさ、体力も回復するってどんなイベントだよ。わあ、ここら辺もな、ちょっと合わせに行きたいね。チャンスさんも取るでしょ。これ走塁取っちゃっていいよね。あと経験点が足りてるわけじゃないからな、これでちょっと合わせに行こう。1回全部解除する。勝負師のコストとかいけそうな気はするけど、筋力は止めるか、さすがに揃った方で行こう。ダブルタックか守備参加、ほい。もうブレイクダンスとかどうでもいい。2個、また微妙な感じだな。あー3個来たね。これは3個で行こう。もうコツありだしね。まあ、3タック1回か。筋力がマジで足りてないからな。よし、これで気迫ヘッド分の電池が回収できる。うお、こんなところで体力を減らしてらんないからな。でも筋力30入るんだっけ。どうしようかな。まあいいや、普通にしよう。また守備ダブル、ナイトメールジャンプ。まず回収できるものを回収する。だってまだパワー D だからね。これでさ、パワー C あるって言うんだったらさ、まだわかるけどさ。いや電池がな、電池が足りないわ。打撃打撃になるか守備守備になるか、ちょっと一応勝負師のコツも狙っていく。守備っていうのがそもそもいらないんだよね。ニュートン力学なんちゃら、メンタルメンタルとかだからね。これまたダブルタックが揃った方だな。あ、来た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 、これでいこう。あ、両方コツありか。まあこっちでいいでしょう。いやマジに筋力不足だな。カッキーンと、これどう102点。なんだかよくわからんマジで。あー、メンタルに来てるライチ。余分に回せる電池はさすがにないからな。ちょっと待って、勝負師にするとどうなの。全然ダメじゃん。全然ダメだから、まあこれはこのままコツをもらっておくか。6月が勝負だな。ラスト3回守備。ダブルタックができるといえばできる。ただそのために電池を使うかって言われたらまた微妙なところ。ギリギリ。筋力だね、筋力がマジで足りないね。ブレインミックスが終わった後、ライチ君とか堀杉君が筋力のタックをやってくれれば全然問題ないんだけど、メイルちゃんとか守備だからね。これ筋力とかにしてみる、なんか変えよう。カタカタカタとかあるとかやろう。これは揃えに行こう。全然何にも誰も揃わねえし。打撃打撃が来てる。どう打撃打撃。もう電池使う、最後に電池を取っておく方向でいこう。あ、そういやそもそも練習できねえじゃん、体力がなさすぎて。アホだね。44% とか無理だよ。それは無理。なんか発動させとこう。勝負師のコツ。あー、待って待って待って、あ、打撃が3枚か。待ってわけわかんなくなってきた。打撃打撃打撃、よしこれでいこう。回す回す。ブレイクダンスとかいいわ。いやマジで打撃来ない。悲しすぎるな。あれ、新島ちゃんって終わったんだっけ。そういえば普通にデートしちゃったけど、喫茶店がある。うん、寝ときゃよかった。
ってここでライチ君が来てくれればいいのよ。何の問題もない。まあメイルちゃんか。オッケー。一応筋力ポイントくれるからね。筋力ライチ。うわー、ここにメンタルが能見さんがいるのもでかいんだよな。サイガ、いやこれだったらこっちでもよくないか。ポイント的には、いやでもね、ちょ筋力足りない本当に。次に能見さんとかが来てくれればないんだけど、あんまり能力上げてなかったけど5番サードになったな。下位打線ではない。これだけのメンツがいてこの能力で5番ってすごくないか。ちょっとミート B にしとこう。いや肩とかマジで全然足らんわ。てか全体的に足りねえな。いやすげえ技術余ってんなこれ。打球伸びとか取っとけばよかったね。そうするとお待たせいたしました。お姉ちゃんのさ、このさ1回に失点するのマジ何なの。かなりの高確率でさ1回に失点するよね。乱調なんだ。軽い球も、うわーやばい、ゲッツーになった。これゲッツーになるとさだいぶ点数減らされるからね。とりあえず勝ったは勝ったけどゲッツーを1回やってしまったからな。まあもらえるか。おーありがとう能見さん。もう他に目をくれず能見さんのところに行った。うわこういうところで来ないっていうのもな。スカウトさんがいるか。やっとこう。筋力よし。いやこれ筋力足りないわ。次も練習はできないよな。いやこいつら結構さあれなんだよね。骨格を取ろう重いけど取ろう。取らざるを得ない。変化球結構投げてくるんだよね。打球伸び取るか。取れねえし。筋力が微妙な分だけ足りねえ。うわ3点取られてるよ。何なのこのお姉ちゃん失点。一発病持ってる割には真ん中に来なかったな。投げました。来た。行った。ブレインマスリードで迎える4回です。ツーアウトランナー一塁という場面が多いね。こっち勝ち運なんて持ってんだ。今日2打点を挙げています。うわー急打ちでボール球を振ってしまった。7回の裏もう1本攻撃に入ります。もう1本トップバッターは柏、今日2打点を挙げています。第2球打った。強い当たり伸びた。いかないか。実況さんはめっちゃ喋ってるけど伸びていったーって。さーてとこれは一回寝ないと無理かな。メンタルに来てね。ライチやろう。どちらかというと筋力が欲しい。コツっす。対エース、まあ、対エースもね悪くはないんだけどね。新島ちゃん、まあ、ここも筋力をもらっておくか。いやすげえ技術あるな。打球伸びだね。ちょっと取っとこう。1個、1段階どこだ。あった。
え、パワー D か、そうか、 D きついよな。いや無理だ、筋力が全然足んない。掘りすぎの性能は所詮そこまでだったか。お待たせいたしました。ブレインマス追加点のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という、打ちました、初球打ち取ってアウト。おー、これでもいかないか。ブレインマス追加点のチャンスを迎えました。ワールドランナー2塁という場面で柏、第1打席はセンターフライに倒れています。おー、際どい。第3球を投げました、一つ外してボール、カウント1ボール2ストライク、ボールカウント2ボール2ストライクです。第5球投げました、よし、打ちました。ストじゃなくてスプリット。第6球を投げました、打った、これは強烈。いや、これでもいかないのか。ブレインマスさらパワーないって厳しいな。甲子園でパワーがないっていうのはちょっと。先頭バッターは柏、マジで辛い。打ちました、痛烈。もう一回回ってきた、初活に変わってる。今のはすげえ絶好球だったのに。カウントワンボールワンストライク、ちょっと待って、ファースト正面、そうそう、ブレイク。いや、俺の実力ではパワー D はきついわ。そして何にもない、これはもうメンタルをやるしかない。最後の最後に筋力ダブルタックにかけよう。ブンブもマジやだ。こいつらのほんと変化球ばっか投げてくるからね。うわ、パワー足りない。経験点的にはどうなんだろうね。ブレインマッスルはね、どうしてもね、特殊能力に振っちゃうからね、経験点を。0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で柏、モード、第2球投げました、完全に外れた。ボールが先行してるね、動きがないな、白石君。投げた。ボール、はっきりしたボール球、カウンター3ボール、第4球を投げた、おっと打ちました、肩越しにランナー見た、インコース引っ張った、一塁線鋭く切れていきました、ファールです。どうだ、これは切った。ブレインマスリードで迎える4回です。先ほどツーランホームランを放っている柏、内角高め、もうストレート投げてきてないからね、まだ。第2球こいつ投げた、打ちました、うわー、アウト、正面に行ってしまったか。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で柏、今日2打点を挙げています。第2球投げた、打った、当たりだ、センター、マジでパワーがないこいつ。3塁へスタート。8回の裏、ブレインマス攻撃に入ります。トップバッターは柏、今日2打点を挙げています。初球打ち引っ張った、破った。いや、ホームランも2本が打てない。せっかくの堀杉くんの試合経験点ボーナス 10% が生きないな。最後はこっちか、ライチ、はい、エース取ったっけ。今思ったけど、一緒に練習。いや、この能力で大西を打ち崩すのは無理だよ。とりあえず C にしよう、無理やり C に持ってく。ちょっと技術余りすぎじゃないか。なんとなく守備職人取るか、そうすると高速チャージ取っとこう。サードに高速チャージは必要だからね。連打とか、打球伸びももう一回取れそうだな。いや、パワー B は欲しかったな。アーティスト失敗してるから筋力ポイント130くらいだっけ、まあ、浮いてるはずなんだけどね。アーティスト取ってたらさらにきつかったってことか。危ない球、第2球投げた、外れた、ボール、2球目も外していきます。第3球を投げました、打ちました、左中間へ持って取りました。これで全然こいつら打てねえな。ヒットゼロ本じゃん。攻撃に入ります。この回のトップバッターは、俺持ってないんだけどね。初球を打ちました、掴みました。5番
ブレインマス、マジで大西くん打てない。さあ次の投球、見送ってボール、バッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライクです。ほら、ライナーだし、最後の最後、アナシマル、お前にはいい時期になってもらう。この回の先頭バッターは、これは無理。ブレインマス、ここは何が何でも出塁したいところ。何が何でも出塁っていうか、ホームラン打ちたい。投げました、アウトコース低め、フォークは外れても大きく外れました。カウント1ボール2ストライク、大きく外れました。カウントは2ボール2ストライク、投げました、これは無理。ピッチャー返し抜けた。マジ無理だよ、勝ったしよく勝ったな、むしろ同点で引っ張ってほしかったな。31とか。いや、やはり堀杉君の実力はこんなもんだよ。経験点的にはどうなったんだろう。やっぱりね、新島ちゃんは優秀だよ本当に。堀杉くんなんかとはもうえらい違いだからな。6900か、7000はいかなかったね。で技術よ、めちゃ余ってからミート A にしよう。これでさすがにあれは取れないな、打球伸びで。ね、肩もやっぱり欲しいよね。肩 B にはできないか、なんとも言えない選手になりそうだな。満塁男、あと取れそうなのある？タイエス結局取ってねえんだ、そういえば忘れとった。敏捷が余ってるっちゃ余ってんね。うん、まあこんなもんか。 S4 というところですねアーチストが取れなかったのか。 1,2,3,4,5 金徳は5個で、パワー B とか肩とかもね、 B には持ってきたかったんですけどね。まあやっぱりこの左打ちっていうところが厳しかったかな。堀杉くんを入れてるから、ちょっと左打ちっていうのをやめた方が良かったかもしれなかったですねまあいくら PSR プライオンとはいえ、まあちょっと堀杉くん結構ディスってるけど、まあこんなもんですねっていう感想ですね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。